こんにちは。岐阜関ヶ原古戦場記念館館長の小和田です。今日はですね、ここにあります、動く合戦図屏風関ヶ原群像図屏風について、少し紹介を兼ねて、中身の面白いところを見ていきたいと思います。これはですね、以前大阪歴史博物館所蔵のですね、関ヶ原合戦図屏風があったわけですけれども、それが関ヶ原山水図屏風ということで、主に関ヶ原前日、戦いの前日の久伊勢川の戦いなんかを、モチーフにした場面で、ここを作っていただきました。これ非常に人気があって、見た方の中からぜひぜひこの関ヶ原町所蔵のですね、関ヶ原合戦図屏風、これは要するに今結構いろんな学習教材にも使われてますし、そういったところでこの関ヶ原合戦図屏風を元にした群像図屏風を作ってもらえないかということで、重田雄介さんにお願いして2年がかりで作ってもらったのがこの動く合戦図屏風、群像図屏風です。じゃあちょっと中見ていきたいと思います。この屏風はですね、向こうから、右から1線2線3線4線5線6線というふうに数えます。でその、一番この5線部分6線部分のところに、ちょっと面白いなと思ってるのが、ここに、小早川秀明の軍勢がいるんです。実は本物の関ヶ原合戦図屏風には徳川家康も石田三成もそれから小早川秀明も、まさにこの戦いの、登場人物なんですが、描かれてないんですね。でも今回の、重田さんのこの群像図屏風では、その人物がちゃんと描かれています。で、この小早川秀明の場合は、こちらでですね、東道高虎隊が小早川の隊に向けて鉄砲を撃つというシーンで、いわゆる有名な砥鉄砲ですね。最近その砥鉄砲、今これから鉄砲が撃たれます、砥鉄砲はなかったというね、そういう研究もあるわけですけれども、ここでびっくりした小早川秀明がちょっと腰を抜かしてすぐ、かからないと言って例の大谷義嗣隊に出陣を命令します。そのシーンがこれですね。ですからこういったまさに動く、群像図ということで、今まで、止まっていたその屏風が実際のどういう、当時の、リアルタイムでというとあれですが、戦いになっていたかっていうのがちょっと 見て取れますので、これちょっとね、私もちょっと興奮しましたこういったシーンね。で、ちょっとこちらへ来てください。次のですね、3線4線部分で私が注目しているのはちょっとここ見てください。甲冑着て戦ってる感じですけども、これ実は本当の戦ってるんじゃなくて、いわゆるちょっと合戦の合間に、お相撲を取ってるというシーンなんですね。これは合戦図屏風にも描かれていて、それがこのように描かれている。これもちょっとね、注目していいと思います。あとですね、ここに、本多忠勝が馬に乗って、戦ってますね。例のトンボ切りの槍を持って馬に乗って、本多忠勝は一説には57回一生戦いに出ていて一度も怪我したことがなかったっていうんですが、これちょっと見ててください。今、ここ降りてきますけれども、また戻っていったところで、この辺りで鉄砲に撃たれてちょっと落馬するシーンがございます。今戻ってきましたね。これ本多忠勝です。例の六角の兜をかぶった、ここで今鉄砲で撃たれます。落馬、こんなシーンまで描かれてるってのはちょっとね、よく研究してたなっていうね、思います。それともう一つ、一番上のところに石田三成の笹尾山の陣象があります。戦況が思わしくないので地団駄踏んで今こうやって、ちょっとイライラしてるようなシーンがありますね。その石田三成のすぐ横のところの陣象のところで、ちょっとこちらへ来てください。今度1線2線の部分ですけれども、ここに、大筒、いわゆる大砲ですね、これが2門、描かれています。実は関ヶ原合戦図屏風には大砲は描かれてません。
だけどいろんな資料に、ま、関原の戦いの時に、石田隊には大砲大筒が用意されていたという記録がありますので、ま、今回はこの重田さんのこの動く群像図では大砲2門が用意されて、飛ばされたようなそんなシーンも描かれています。そしてこの1戦2戦で私が一番注目しているのはこの部分です。これ徳川家康なんですよ。まあ、このように家康自身が、まあ、実際の関原合戦図屏風では木に隠れて姿は見えないんですが、まあ、ここではこのように出てきております。でなかなか戦況が思わしくないなというようなことで、まあ、よくいろんな資料に家康がイライラして爪を噛んでるという話がありますが、まさに今、爪を噛んでるような状況ですよね。まあ、そこに、五の字の旗をつけたお使い番が、今戦況が良くなったよということで報告に参ります。まあ、そんなシーンもここで描かれていますね。この4戦目に描かれている丸二十の字、これは例の有名な島津の家紋なんですけれども、まあ、この辺り島津隊が、いわゆる戦いに加わらずに、まあ、なんていうんですかね、戦況を、まあ、見守っていたんですが、いざこれで負け戦だ、西軍が負けだとなると撤退を開始します。まあ、これがいわゆる島津の軒口というの、撤退戦なんですけれども、まあ、そこで、待ち受けていたのが、まあ、井伊直政の井伊隊との戦いで、井伊直政はここで負傷するんですけれども、まあ、その井伊直政自身が負傷するシーンは描かれてませんけれども、まあ、実際のところはそのような形で、まあ、東軍が勝利を収めるということになっていきまして、そのあたりの様子が最後のこの第一戦で家康が AAO の勝ち時を上げているシーンがあって、まあ、一応戦いはこれで終わるという形になります。まあ、こんなわけで、動く群像図屏風はまさに、生の実際のシーンが多分こうだったんじゃないかと思わせるような、まあ、そういった形で、まさに、この当館で、展示されている関原合戦図屏風を、まあ、動く、まあ、リアルタイムで動いているような、そんなものとして見ることができる非常に貴重なものではないかと思いますので、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。この4月の20日から5月の12日まで春季特集展示ということで、東北九州の関ヶ原というところをこれからご案内いたします。で、まあ、この特集展示なんですけれども、当館収蔵のですね、九州および、まあ、東北に関する、まあ、関ヶ原関係の資料をここで、まとめてちょっと展示しております。まずこれちょっとご覧ください。伊達政宗の肖像画です。でこれはですね、まあ、政宗の肖像画いろいろご覧になっている方多いと思うんですけれども、まあ、ここでは、普通によく両目開いてるというようなのが多いわけですが、当館肖像のこの、まあ、まさに独眼流の以下にも、政宗らしいそういう画像が、このような形で描かれています。こういったものをまずちょっとねご覧いただきました。でそれからここからはですね、まあ、東北および、まあ、九州の、まあ、関ヶ原の戦いに関する、まあ、いくつかの資料を、展示しております。例えばちょっとこれご覧ください。家康の書状なんですけれども、堀秀治宛てですね。でこの堀秀治は例 の、 上杉兼勝が越後から会津若松に移った後越後に入ってきた武将ですけれども、まあ、その、越後の状況だとか、まあ、そういったものを、いわゆる家康の会津詰めを前に、いろんな情報をね家康が集めていたということを、まあ、物語る資料だということになります。この2点がですね、家康から大田原春清に宛てた文書ですけれども、当時の家康が東北の状況をいかに気にしていたかというところが、まあ、ちょっと目に見えてくるような文書だと思います。これ実は新しく、まあ、本館が手に入れた伊達政宗の書状なんです。ここから何通かはちょっとね新しい進出資料ですので、これについてはねちょっと面白いんです。ここにですね、
慶長6年の、あ、この日付、年付は書いてないんですが、内容から慶長6年の3月の22日付で、まあ、要するにもう関ヶ原の戦いが終わって、まあ、半年ぐらい経ってるんですけれども、まだまだ東北の方はわさわさしている、まあ、伊達と、まあ、上杉海勝との緊張状況、まあ、そういったものが描かれてますので、これもちょっと非常に貴重かなと思います。あとこちら加藤清正の、まあ、九州での戦いぶりを示す文書が2点、これも進出です。1点は加藤清正版物で、家臣の佐振作左衛門という人に宛てた、まあ、清正が、まあ、宇都城攻めで、先行を挙げた、佐振作左衛門を褒めているというね、まあ、そういった文書で、まあ、こういったものもちょっとね注目されます。あともう1点、これが、まあ、今回の、私はちょっと目玉かなと思ってるんです。加藤清正の家臣の大木兼義が、同じ加藤清正の家臣の下川平太夫に宛てた、まあ、大阪で集めた情報を、まあ、熊本に送っているというね、まあ、大阪市近辺で西軍が今どういう動きをしているのかというのが克明に報告されていた、まあ、こういう情報をもとに、清正は、まあ、東軍家康方として九州で戦ったということも見えてくる資料だと思います。そんなわけで今回、今まであまり取り上げられることのなかった関ヶ原の戦いの東北版、それから九州版、そういったところの状況がよくわかるような、そういう本館収蔵品の中からこのような形で展示しておりますので、これもぜひご覧いただければと思います。今日は以上で終わらせていただきます。